サムツガの JICA モンゴル事務所で交通インフラ担当をしております小泉です。本日は JICA の円借館で建設しました、新ウランバートル国際空港を紹介したいと思います。本日本空港を紹介してくださるのは、本空港の建設事業に携わってくださった三菱千代田ジョイントベンチャーの高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サムツガの三菱商事から新ウランバットル国際空港の建設事業を担当しております高橋ジョンシュンと申します。本日は早速これから空港の施設をご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、こちらが国際線のチェックインカウンターになります。国際線のチェックインカウンターは全部で16個設けられておりまして、スムーズなチェックインを済ませていただくことが可能になっています。そしてですね、こちらの壁の向こう側にありますのが国内線のチェックインカウンターになっています。で、国際線と国内線が別々の場所にありますので、目的地別で、動線が分かれていて、スムーズな搭乗手続きをしていただくことが可能になっています。はい、こちらがですね、出発階のメインフロアになっています。この新空港はですね、総面積が3万5000平米以上ありまして、現在使用いただいている空港の倍以上あります。これからモンゴルの旅客数がどんどん増えていくかと思いますけれども、現在の160万人から増えても300万人まで、対応が可能な大きさとなっています。新空港はとてもシンプルな動線になってまして、こちらのセキュリティチェックを終えますとその前にイミグレーションがあります。こちらで出国手続きをしていただいた後に奥側にゲートが見えますけれども、その前には両面に商業施設が広がっています。こちらでデューティーフリーショップでしたりとかショッピングを楽しんでいただけるような設計になります。はい、こちらはですね、出発ゲートになっています。ボーディングブリッジと呼ばれる搭乗橋は国内線が1つ、そして国際線には5つ用意されています。はい、こちらがですね、グランドサポートエクイプメントと呼ばれる空港で働く車の格納庫になっています。全てで27種類で合計100台以上の機材を収めて、はじめにご紹介するのがこちらにありますトーイングトラクターになります。これはですね、航空機がゲートから出発する際にプッシュバックするような仕様になってまして、航空機の前輪をあそこの真ん中にあるところにはめ込んで押し出すということになっています。で、この機材は現在使用されている大型の旅客機でも対応できるような力強い仕様になっています。はい、2つ目にご紹介するこの機材はディアイサーと呼ばれるもので、モンゴルでは冬ではマイナス40度ぐらいになる日もありますので、そういった時は航空機の翼が凍ってしまいます。その凍った翼を溶かす液体を吹っかけるのがこのディアイサーと呼ばれる機材になります。こちらがですね、フューエルサプライシステムと呼ばれる燃料供給施設です。普通の空港はですね、こちらの燃料タンクと航空機の間を燃料供給車が往復する、そういった時間が生まれるんですけれども、こちらはフューエルハイドラントシステムというシステムを導入しておりまして、地下にその燃料の配管が埋設されております。ですので航空機の真下から燃料を供給できるような仕組みになっていて、今後1日に何便も離発着する場合でもスムーズなオペレーションをすることができるようになっています。
こちらで、ご紹介するのがランウェイ滑走路になります。こちらの滑走路幅が45メートル、そして長さが3600メートルあります。運航できる航空機の重さでしたり重量はこの滑走路の長さによって変わってきますけれども、3600メートルあれば長距離予選のような大型旅客機でもオペレーションすることができます。